宝探しっす。物事にプランを作ることになるっす。例えばヘアゴムっす。え、どっからそれを。勝手に挟んないでよ。平気っす。エッチなものとかなかったっす。そういうことじゃなくて、水原さんの肌に触れてたってだけでもはやプライスレスっす。肌って、ついにメインイベントっすね。何かあった？チャイナドレスっす。ダメよそれは。それはいい手じゃないっす。最高額プランが作れるっす。もう勝手にして。賢明な判断っす。ここはダメ。いたたたたたた、暴力は良くないっす。あなたが引っ張るからでしょ。はあ、パンツ見たい。本音爆発じゃない。